ラグやファインチューニングで巨額の投資をすることでどの程度顧客に喜ばれるのか顧客が求めているのは質問に答えてくれるチャットボットより合同してくれる AI エージェントだと、はい、日本の中小企業とかだと本当に人が何でもやるみたいなつっくりになってるんですごいエージェントを入れにくいなエージェントってなんか3つあるというんですよね彼によると 1>,、はい、1つはパーソナルエージェントで2つ目が特化型エージェントで3つ目がカンパニーエージェントと、うん、簡単すぎず難しすぎないような興味深いタスク みたいなのを生成しつつご自分でそれ面白そうなのをやるそれによってこう創造性を爆発的に上げていこうみたいな,なんかそういうのがこの話の元ネタみたいです彼らは監督エージェントという AI を作ってるそうなんですね<ー>で他のモデルの口調や話す内容を監視させてるということですねでやっぱりこんないろんな AI ツールを使って AI の問題を別の AI で解決しようとしてるんだみたいなことを言ってました はい、こんにちは。はい、こんにちは。どうですか、最近は。なんか最近ちょっとエージェントの話題がちらほら出てくるようになったような気がしますよ。 そうですね、結構エージェントの方にみんな移行してる、うん、関心が移行してるのかなという感じはしますね。うんうん、まだ日本はその生成 AI で生産性どうやって上げようかみたいな、うんうん、翻訳とか、ようやくやってもらいましょうみたいな、そこになんか意識がまだいってるような気がするんだけど、アメリカのポッドキャストとか見てると、やっぱりこれを使ってどうやって儲けるのっていうのは、まあ、以前から結構話の中心だったですね。はいうん、だかかららセールススアシスタント的なものが早くからできてる だからどうやってその売り上げに寄与するんだっていうところをなんかアメリカの人たちは見ていた感じで、日本の人たちは売り上げに寄与するよりも何かあの自分たちの生産性を上げるということで,で、そこってやっぱり数字に表れにくいじゃないですか、どんだけその生産性がどんだけ上がったかな,んか,なかなか測れないんで、だからまあ AI が来そうだということで、みんな何とか導入しようとしてるんだけれども、じゃあその導入した結果、じゃどんだけ生産性上がったのと、どんだけ売り上げ上がったのっていうのが見えないので、 でだから会社としても、それほど一生懸命もやらないしみたいな、うんうん、だから導入しろって言われたんだけど、なんか導入が進まなくてみたいな話が結構多いので、あ確かなんかアメリカってそういう話全く聞こえてこなくて、うん、どうやったらこれ金儲けつながるっていう議論はまあ以前からありますよね、うんうん、なんなんですかね。結構すぐお客さんに使いますよね、日本だとよくさ先にまず社内で確認してからみたいな感じですけど。 なんかアメリカだとはすぐにカスタマーサポートをいきなり使ったりします、ね、そんな感じしますよね。まあまあ、自分たちで使ってみてっていうのもあるんでしょうけど、もうでも、うん、チャット GPT 出てきてから2年ですか、2年なのに、まだなんか生成 AI っていうと、その同じような使い方でみたいな感じが抜けない気はしますけどね。まあでも相互、そうこうしてる間にも、アメリカの方というか、世界の方は売り上げをどう上げるかという、外向けの施策に、なんか移ってきているとい感じはしますね。と、うん、ということで、 はい、エージェント、先週もやったんですけども、もっとなんか、やっぱり事例というか、欲しいなと思ったら、まあ、シェーラーというのが先週調べたときに出てきた会社だったんだけども、資金調達成功したというので、先週取り上げたんですけども、<ー>その人のポッドキャストがちょっと前なんですけどね、はい、ちょっと前って言って、3週間か4週間の前かな、のポッドキャストなんですけども、うん、あのエージェントの話をしていて、まあ、一番進んでるんじゃないかな、一番エージェントに対する理解が進んでるんじゃないのかなと思うので、はいはい、結構、 貴重なな情報かなと思います遠藤、ね、さんの方はこちらは今日ですかね、<laughs> マイクロソフトは自実型エージェントを作る機能を来月ぐらいに公開しますみたいな発表があって、ねまあ、昨日自体は、なんか今年の1月ぐらいに出てはいたんですけど、そ,うね、それがやっと使えるようになりますみたいな。あれなんかクローズドテストかな、うん、クローズドプレビューみたいな言い方してましたがね、だから選ばれた企業だけがちょっと試しに使えるみたいな感じになったんですけど、今度はパブリックプレビューに変わるということで、 使えた人はまあまあみんなプレビュー版ということで使えるようになるっていうのは1か月後ぐらいですかね。うんうん、それがちょっとなんか話題になってたと、ねはいうか。というのと、あとはこれはちょっと湯川さん教えてもらったんですけど、自己進化する AI システムみたいな、これあのディープマインドの方ですかね。あはいはい、ちょっと喋ってるやつがあったんで、はい、ちょっとそれについて面白かったんで、調べてまとめてみましたって感じです。はい、じゃあ早速ジャーナリストの視点からいってみましょう。 はい、シエラ CEO ですねこのポッドキャスト、僕、以前から見てるポッドキャストなんですけども、まあ、シリアルアントレプレーナーの人と、それから、うん、えっとインキュベーションとか投資やってた人ですかね、その人たちのポッドキャストなんですけど、うん、まあまあ面白いポッドキャストで僕、わっと聞いてるんですけども、うん、シエラですね、はい、顧客向けの、企業向けの AI エージェントを作ってるという会社なんですよ。で、チャットボットのように質問に答えるだけじゃなくて、実際にアクションを起こすのが大事ということをやってるんですけど、まあだからエージェントですよね。はいはい、エージェントの、OS を開発しているという、彼ら自身もそう言ってるんですよ。オ<ー>を開発していると言っているんですけど、それでその上でゴールとガードレールを設定できるようにしていると言うんですけど、これちょっとね、これだけ聞いても分かんないで、12ページのスライドで、うんえー、そこのところちょっと詳しく書いてるんです、うん、さっきちょっと12ページのスライド見てもらえますかね。ルールエンジンの時代から目的とガードレールの時代へということで、うん、過去20年間、ほとんどのソフトウェアシステムはソースコードで実装されていても、ローコードプラットフォームで実装されていても、うん、非常に高速にルール ルルを実行するルールーエンジンジでし今というのは目標とガードレールの世界に移行しつつあるということですね。はい、とこれ、まあ、自動運転に例えるとですね、今までは信号が必ず停止するとか、前方に障害物があれば避けるとか、うんうん、そういったルールを細かく設定したんですけども、うんうん、AI 時代というのは与えるのはゴールとガードレールだけで、ゴールというのは目的地に安全に到達するというのがゴール、それガードレールというのは交通ルールを守る、それから歩行者を優先するというガードレールを 設定するとということであとは AI が状況に応じて柔軟に判断して運転するというね、これが今までのソフトウェアと AI との違いだということなんですけども、この会社というのは、えー、目標設定 設定定ででききるるるツツーーーールルルとガードレをを提供している会社ということなんです。これ自分がこれに聞いた解釈っていうと、うん、計画エンジンみたいな感じでその目標を与えるとどうやって実行できるのかっていうのをエージェントがプランニングするんだけれども、うんうん、その何でもありにすると、うん、じゃあ、えー、と人を殺しますみたいなのがプランの中に入るとよろしくないんで、うんうん、やってはいけないことをこのガードレールである程度。 狭めるみたいなそんな感じですかね。そ,そんな感じですね。はい。はい、そういう会社です。 それで、この間、資金調達に成功しましたということで、1億1000万ドル。それで、評価額が10億ドルですから、まあ、ユニコーンですよね。ユニコーンとして、資金調達しましたということなんです。で、CEO はどんな人かというと、ブレード・テイラーさん、僕知らなかったんですけどね、結構有名な人みたいで、まあ、もともと Google マップの責任者だったということと、あとは Facebook の技術最高顧問、CTO ですよね。それで、Twitter の取締役会長で、すごいですね。セールスフォースの共同 CEO。 <で>はい、オープン AI の会長みたいなえオープン、AI、の会長会長長もやってたんですよね。<laughs> す,ご<い> <laughs> すごいですよね。すごい経歴の人で、でね、まあだからシリコンバレーに顔が利くというか、はい、シリコンバレーの有名人なんだろうなと思います、はいはい。この人が立ち上げた新しいシエラという会社なんです。はいはい、それでまずそのエージェントの定義なんですけども、次のページで、学術外って彼は言い方してるんですけども、あのエージェントのまあ一般的な定義というのは、うんうん、ソフトウェアが自律的に考えて行動するシステムということですね。 はい、次が産業界でどういうふうに使われてるかということなんですけども、うん、産業界のエージェントって、なんか3つあるというんですよね、彼によると、1>, はい、1つはパーソナルエージェントで、2つ目が特化型エージェントで、3つ目がカンパニーエージェントと、この3つに分けられるというふうに彼は言っています。パーソナルエージェントっていうのは、はい、まあ個人のユーザーのためにメールの返事とか、休暇の計画とか、ミーティングの準備とか、うん、そういうことをやってくける秘書みたいな感じですかね、はい、そういうエージェントで、そこに入っていこうとしてるのが、やっぱりアップルとかグーグルとかオープン AI とか。 そういうういい大手ななんんだということこですけども、はい、ただこれなんかシステム統合いろんなデータ連携とか難しいだろうしそれから論理的思考っていうのも2週間ほど前から遠藤さんと議論してますけどはい、はい、なかなか奥が深くて、うんね、今は非常にシンプルな論理的思考しかできなくていろんなパターンを順番に試すというそのぐらいしかできないんですけどもだから論理的思考ってめちゃめちゃ奥が深いのでまあまだまだ技術的に難しいだろうなというか進化が必要だろうなと簡単なもんだったらできるんでしょうけど本当に 人間の秘書を雇うぐらいのレベルまでパーソナルエージェントが行くのにはまだまだ時間がかかるし、そこに挑戦できるというのは大手ぐらいしかないだろうというのが彼らの意見ですね。で、2つ目が特化型エージェント。まあ、いろんなドメイン特化型っていうんですかね。法律だったらよく聞く、はい、ハーベイというのをよく聞くんですけど、契約書の内容に不備がないかを見てくれたりとかね。うん、そんな風なエージェントです。あと、プラグラミングエージェント、はい、コーディングアシスタントとかも言われるけど、まあはい、デビンとかね。結構これ、いろいろ出てきてますよね。はい いろんなのが出てくるとか、そういうのがまあ特化型エージェントで、狭いタスク領域で深くシステムを統合するというものらしいんですよね。で、技術とドメインの両方の知識が必要ということですね。で、これからいろんなドメインでいろんな領域で新しいビジネスがどんどん出てくるだろうというふうに彼は言ってます。 三つ目がカンパニーエージェントというんですけど、これをシエラはやってるんですけども、えー、いろんなクライアント企業のカンパニーエージェントを作るというお仕事をしています。で、彼曰く、まあみんな今自社サイトを持つのが当たり前になってるんだけれども、これからは会社のことなら何でも答えてくれるような自社エージェントを持つのが当たり前の時代になると。 で、まあ、パーソナルエージェントは、さっきも言いましたけど、技術の進化がまだまだ必要なんだけども、まあ、既存の技術でできちゃうということで、だからシエラはここを選んだということなんですけどね。ねこれ、なんか意外というか、まさに今回、マイクロソフトが発表したような内容、既存の技術でも実現してるんで、そう,でね、そういうのかなと思ったんですけど、でも、違うでしょ。ですよね、ゴーーールルドガードレール 濃いい話にあんんまり見えなですけどこれはねだから外向けなんですよねで今回マイクロソフトが出してきたエージェントの仕組みっていうのは社員の生産性を上げるためのものじゃないですかですからマイクロソフトのワードであるとかエクセルであるとかそれを使うのに便利にするとかそういうの組み合わせをするのに便利に使うための新しいオフィスソフトの機能みたいな感じですよね今回発表があったのはねそういうのと全く違う概念で外向けなんですだからウェブ ウェブサイトを作るがごとく、AI エージェントを出して、お客さんがその AI エージェントと話してくれるみたいな、そんなのを作るという感じですよ。 なんかわかります違いを。あ,あ、なんなんとなくわか,かるんですけど。だから外向きと内向きですよね。はい、あのはい、はい、カンパニーエージェントは外向きマイクロソフトは内向きでっていう話。そうですよね。マイクロソフトは社員向きで、そ,それでカンパニーエージェントはお客向きでというそんな感じですよね。あ、なんか自分違和感を持ったのはこの既存の技術で実現可能なアプリケーションっていうのと、さっきのこの目的とガードレールの時代へ。 っていう話がなんかこれってまだこれから技術必要になんじゃないかなと思ってたんでああそうですね、はい、まあでも目的を与えて動くっていうのはもう今大規模言語モデルできちゃうしそれであとはガードレールもまあまあできちゃうので今やるのでまあまあできる、はいはい、これは、ね、まあ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 ,、まあ、まあまあまあできますけどねパーソナルエージェントと,との違いですねパーソナルエージェントとって奥が深いよという感じのことを言ってますねやっぱり個人の情報全部把握するとかなったら大変だしだからそのシステム統合大変だし、はいはいはい それから論理的思考も結構複雑なんで、簡単な論理的思考だったら、ユーザーが何を求めてるかなんか分かんないしということで、だからパーソナルエージェントは深いですよと、それに比べると、カンパニーエージェントっていうのはまだやりやすいですよという、そういう話だと思います。ああ、なるほど。まあ、ちょっとまた中身を。はい、そうですね。じゃあ次のページで まあ、例として、ソノスというオーディオの会社ですね。うん、に、例えばお客さんが、オレンジ色のランプが点滅してるんだけど、メッセージが来たら、エージェントはトラブルシューティングをして、いろいろ教えてくれるということをやってまああ、もう本当にダイレクトの外向きなんですね。そうですよね。あとは、スピーカー買ってセットアップするときに、こういう手順でやってくださいみたいなのを話しながら、セットアップできるとかね。うん、Wi-Fi への接続もサポートしてくれるとかね。これ、今までのチャットボットやったら、こういう手順でやってくださいっていうのを文書でポンと出すんですけども、うん この AI エージェントはじゃあまず電源つけてください。電源つきましたみたいな。で、電源つきました。じゃあ次にここのボタンを押してくださいみたいに。そういうふうに手順を追ってくれるので、それが今までのチャットボットとは違うとこかなすね。これ、あれみたいですね。先週話題したオープン AI が出したフレームワーク。ああ、そうです、そうです。似てますね。s w a r ですかね。あれはエージェントのフレームワークなんで、そういうことかなと思いますけども。なるほど。で、そういうトラブルシューティングもやってくれるということなんですね。じゃあ次の例としては、エッセイ放送のシリアス XM っていうのがあるんですけど、衛星ラジオですね。うん、これオンラインラジオとかやってる会社なんですけども、うんえー、加入レベルの変更とかね、あの、ネットフリックスなんかでも、ネットフリックスとかあったのかな加入レベルの変更とか。なんかいろんなサービスで、うん、プレミアムサービスとか、プロサービスとかいろいろあって、うん、ズームなんかそうか。ズームなんかそうですよね。うん、そんなのもエージェントが相手になってくれて、あ、あなただったらこれがいいですよ、みたいなことを話しながら一緒になって決めてくれるみたいな、うん、そんな感じですね。うんうん、それで、チャットボットだったら、そういうふうにしてくださいっていうだけなんだけども、うん、あの、エージェントなんで、 あじゃあ、切り替えておきますねってじゃもう切り替えてくれるわけです、今、まさにそれを聞こうとしてました、切り替えてくれるんですね。そうです、だからアクションというとがポイントで、答えを出してくれるということじゃなくて、アクションを取ってくれるということがエージェントのポイントだというとですね。まあ、今はカスタマーサービスが一番多いらしいんですけども、いろんなサービスに使えますよ、これからはどんどんいろんなサービスに使っていくでしょうねという、2、3年後には、企業のあらゆるタスクにエ,エージェントが導入されると思いますよという話はしています。うんうん、例えば保保険険会社だったら、えー保険 プランの比較であるとか、契約内容の変更であるとか、そういうことを全部やってくれるようになるんで、はい、これはこういう保険とか、めちゃめちゃややこしそうですから、これを手取り足取りやってくれるエージェントだったら、確かにいいかなとか思いますよね。はい、今まだあとなんか、FAQ で見てくださいとか言われるだけなんで、自分がどれに当てはまるか分かんないし、確かに、自分でアクションするの結構ね、めんどくさいんで、それやってもらえたらめちゃくちゃ便利ですよね。そそうでですよねそれ FAQ とかそう、ね、当てはまらないケース があるじゃなないいですかこのカテゴリー俺どどれも当てはまらないんだけどみたいな、ちょっと微妙に違うんだけど、その場合どうしたらいいのっていうとこれはもう人間のカスタマーサービスに出まして聞くしかないんですよね。で、そういうのも対応してくれるようになるんだと思います。まあだから、まあ、C 向けがね、やっぱり一番便利なのかなと思うんですけど、まあ B 向けでも有効ですよということですね。で、いいのは、はっきりとしたコスト削減が明確に見えるというところらしいんですよね。例えば、コールセンターでの1件当たりの対応コストって、人件費とか技術費とかね、そういうの ままあまあ計算できるじゃないですか、それがなんか今、1件あたり13ドルぐらいかかるらしいんですよね、問い合わせがあったりすると、でそれを1ドル以下にまで削減できたという例があるそうです。ですから、生産性の向上を明確な数字で示すことができるというのが、一つ大きな特徴なんだろうなと思います。これちょっとね、刺激的で、何を言ってるのかな、最初思ったんですけど、よくよく聞くと分かったんですけども、ラグやファインチューニングで投資するよりも、行動するエージェントに投資する方が顧客に喜ばれるよって言ってるんですよね。まあえっと、正確にどういううういいここととを言ってるかってこういう言い てるんですけどラグやファインチューニングで巨額の投資をすることで、どの程度顧客に喜ばれるのか、顧客が求めているのは、質問に答えてくれるチャットボットより、行動してくれる AI エージェントだと、これ、さっき遠藤さんともお話した、これ、アクションを起こしてくれたら確かに便利ですよねという話ですよね。そ,ねはい、それで、実際に見えてきたのは、顧客体験を向上させるという点において、ラグやファインチューニングなどの広範なテクノロジー投資が、外して著しく非効率ということが見えてきた。 ということなんですねこれ、まあ、ファインチューニングなんかして、自分たちでチャットボット作ったんだけど、まあ、それでお客さんがどれだけ喜んでるかというと、そんなことするよりも、エージェントの s a ス s を使った方がお客さん喜ぶよという、まあ、ポジショントークなんでね。これ、結局、エージェント作るときも、中でラグとファインチューニング使うと思うんですけどね。そうですよね、僕もやっぱりそこ、はい、データ連携が必要だと思うんで、これは何を言ってるのかなとかいうのはちょっとありますけども。はい、ですけど ラ,ラグとかファインチューニングだけでチャットボット一本でやろうとすると多分ある程度広範囲答えられるようにすごい大量の情報を食わせたりとかして多分結構なかなか精度上がんないんじゃないかなと思うんですけど、うん、エージェントの場合だったらなんかこう分岐とかできるんでなんで小ぶりなこれだけ先週のオープン AI のスワームの話じゃないですけれども、うん、単機能のこれだけできるみたいなエージェントを簡単なラグとかで実装してでそれを組み合わせてアクションはアクションで呼び出せば たん、で多分っかくチューニングするより小ぶりに組み合わせることで、しかもアクションもする、なんかより便利なものを安く作って、しかもお客さん、コツを喜びますよっていう話なんじゃないかなそうですね、そういうことだと思います。まあまあ、のスワーム的ないくつものエージェントを使ってるのかどうかっていうのは、僕ちょっと分からないんですけど、でも使ってそうだな、なんかいろんなツールとか、AI をいろいろ組み合わせてるって言ってたから、まさしくそうです。ううい感じですよ今回マクス ソフトね、もそういう構造になってたんで、やっぱりそうなんですよね。そんな感じだと思いますねなるほど、うん、はい、分かりました。で、次のページ行くと、一番最初に話したルールエンジンの時代から目的とガードレールの時代になったんですよということを言ってます。これもちょっと前から思ってたんですけど、うんうん、こういう、そのい,いわゆるある程度ルールに基づいて動くエージェント、うん、今回マイクロソフトが出したやつも含めて、うんうん、結構提携業務に効いてくるものだと思うんですよね。業務の自動化効率化、うんはい こっちの目的とガードレールは、うん、どっちかというと、否定型なのかなと思って,て、うん、あそうですね、そういうことですね。はい えー、だからね僕の知ってる会社でも2種類作っててそれは証券会社さんなんですけど、うん、2>, 2つエージェントというかチャットボットを作ってて1つは正確に答えてくれるみたいな、うん、エージェントなんですよ、はい、そのかわり何の面白みもなくてもう1つは少々おバカなんだけども愛嬌があって、うんはい、で、うん、お客さんとめちゃめちゃ仲良くなるっていうチャットボット、はい、<laughs> 2>, 2種類使ってるんですよね、はい、でこの目的とガードレールっていうのはおそらくその少々おバカな方キャラクターを持たせる方にこのルールがいいんじゃないのかな こっちのの方がいいいいんじゃないのかなか<ー>と思いましたねで正確にやっぱり嘘ついたら絶対困るみたいなものはしっかりとしたルールエンジン的なチャットボットの方がいいのかもしれないですね。うんうんうん、自分がイメージしたのはオープン AI が開発してる結構数日にわたってタスクをできるみたいなエージェントうん、うん、あれがまさに目的とガードレールでで否定形をやるみたいな。 あこういうのやってほしいって言ったら、やり方考えて実行するんだけど、うんうん、法は犯さないとか、会社の機密情報は触れないとか出さないみたいな、そういうガードレールで実行するのが提携。うんうん、ただ、大企業とかは提携業務の方が多いと思うんで、うんうん、それだけじゃなくて、この会社がやったやつとか、マイクロソフトが出すみたいな、うん、そういう提携業務向けのエージェントも結構これから出まるんじゃないかな,みたいな。なるほどね だから、正確さを重視するか、クリエイティビティを重視するか、うん、みたいな感じですかね。うんうん、新しいなんか科学の発見、うん、発明をしてほしいんだったら、うん、正確さよりも何かクリエイティビティ持ってた方がいいのでとか、うんうん、そういうふうなこともあるのかなとは思いました、今話聞いてて。AI の振る舞いをどの程度コントロールするかという。で、多くの企業は、まず AI の動作を厳密に制御したいというところから始まるらしいんです。うん、で、それはそれで全然よくて。はい、ところが、そうすると AI の動作はかなり機械的になって、 チャット GPT のようなやり取りをする際に人々が感じる魔法のようなものみたいなそんな言い方してるんですけどねえそれがちょっとの欠如してしまうということなんですねだから創造性とか主体性というのがまああのチャット GPT の面白さでもあるんですけどそういうものを失ってしまうということですねでこれ僕思ってるんですけどチャット GPT が大成功したのは自由な創造性を持たせたからなんでどの程度持たせるかっていうのはブランドイメージに関わる難しい問題かなと思いますね創造性を持たせながらが ドレールで発言をコントロールするということができるのかどうかという挑戦で、うんうん、これまあブランドデザインの問題かなと思います。今までブランドデザインでこういうこと誰も考えたことなかったでしょうけども、これからのブランドデザインということはこういうことを考えていかないといけない時いになってくるだろうなと思いますね。うんうんうん、な,なんかあれ,あれ思い出しましたんですね。自治体のゴミチャットボットで一個でも間違えると導入できないみたいなあ<ー>こんなのを思い出しました。はい、そうですね。<laughs> まあだから愛されるチャットボットエージェントを作るのか、正確に答えて不愛想なものを作るのか。 みたいいなな感じかなと思いますねそれの中間をどの程度置くのかっていうのが大事なのかなと思いますねオランダとしてはね。 真のソリューションか、ちょっとした付加価値提供か、これ前から言われてることですけどね、基盤モデルにちょっと付加価値を提供しただけだったら、すぐもその機能を基盤モデルが実装してきたら終わってしまいますよみたいなことなんで、だからそうならないためにはどうすればいいのかというと、やっぱりお客さんが本当に何を望んでるのかというのを忠実にやっていくということですよね、だから基盤モデルをちょっと改良して、基盤モデルに足りないものを作ってるんだったら、すぐも基盤モデルの進化とともに終わってしまいますということですね。でだから 本当にお客さんの求めているものを何かというのを真剣に考えて、特定のユースケースに特化した AI エージェントを抱えて、顧客の抱える問題を解決することに焦点を当てるかということですね、うん、だから深い業界知識や専門知識を持って、顧客のニーズを的確に捉えたソリューションを提供しているか、うん、AI 技術者だけじゃなくて、顧客体験、業務プロセス、データ分析など、多岐にわたる分野の専門性、エクスパティーズを組み合わせて、総合的なソリューションを提供しているかということですね。 だから AI が分かってるから作れるということじゃなくて、まあ、ソフトウェアで、AI で足らないところは普通のソフトで作ってみたいな感じも必要だろうし、と、はい、いうことなんでしょうね、そういう企業じゃないと生き残れないということなんだろうなと思いますね。<ー>だから AI 企業が、AI ベンチャーがなんかそういうソリューションを提供しても、本当にドメイン知識を持ってるところには勝てないということになるのかなと思いますね特化型エージェントですね。まあ、デビンであるとかかそれから法律関係のハービー とかプログラミングのデビンとかそうですけども、それが全然有望だとテイラーさんは、ね、言うわけなんです。で、えー、例えば基盤モデルのコーディング機能もどんどん良くなってきてるわけじゃないですか。コーディング機能が良くなってるんだけども、でもそれで解決されない問題っていっぱいあって、例えば開発のワークフローをどうするのかという問題とか、セキュリティの問題とか、異なる開発言語への対応などといった、まあ、周辺の問題までは基盤モデルというのは解決してくれないですし、うん、それからあと、はい、ガバナンス方針であるとか、ード レビュー体制であるとかそれからチームへどういう風に導入していけばいいのかという問題とかねそういうこととか全然やっぱり基盤モデルのメーカーは対応してくれないわけじゃないですかだからそういうのまで対応してうん、うん、でコーディングアシスタントコーディングエージェントみたいなのを提供していく会社っていうのが生き残っていくんだろうなということですねそうそう確かに開発のエージェントとかはあの環境なんかソフトインストールしてくれたりとか <laughs> 環境構築とかなんかテストとかねいろいろやってくれるんでそういう意味でそのいくら チャット GPT のコーディング能力が上がっても、なんかそこはアクションできるかどうか、違いが出ますよね、うん。そうですよね。だから AI だけでやっているとうまくいかなくて、うんうん、AI の周辺のことをソフトで作るのか、それかなんだろうな、まあ、人的なもので、だから日本の会社なんか、そういうのがいいんじゃないのかなと思います。ローカルプレイヤーとしてはやっぱり AI で足りないところ、それが人を使ってやらないといけない問題もあるかもしれないじゃないですか。だからそういうのも手厚く、必要なものは何でも提供していくというところがやっぱり必要になってくるんだろうなと思いますね。うんうん で一方でやっぱり基盤モデルがやってきそうな領域というのは危険と、言います,そうです、ね、例えばプロンプトエンジニアリングツールとかね、うん、もうプロンプトまで考えてくれるように基盤モデルになってきてますからね、そうですよね。で、ああいうエンジニアリングツールをやってるところだめになるし、ね、プロンプトエンジニアですと、一時期花形職業だったですけど、もう花形でなくなるという可能性はありますよね。<laughs> ありますね。そそううでですよね、うん、で一方でデーータタマイグレーションななななんんかかのの退屈なタスクといいがややっっぱぱりり有望なんじゃないかとそこはやっぱり基盤モデル 会社ってやってやので退屈なんだけどもお客さんはやりたくないというような仕事をまでやってくれるようなもうソリューション全部何から何まで軽いところに手が届くようなソリューションを提供していくという会社がうまくいくんじゃないのかなっていうのがそういうのハッピーというかデータベースマイグレーションを好き好んでやりたい人ってそこまで多くないと思うんでそういうのをね、うん、やってくれたりとかカスタマーサポートみたいなこれをやってくれるのはなんか多くの人人間にとってもハッピーなのかもしれない。 そうですね。 え課金モデルが変わるというのがね、<ー>一つはそれが面白いなと思うんですけども、はい、AI 時代のサースベンダーっていうのは結果ベースの課金モデル、まあ、成功報酬型のところが多いそうなんです。で、そうなんすね、うん、あの基盤モデルって大体サブスクあ、はい、ーーサブスク課金型って言ったら、セールスフォースとか、はい、まあ今までの、はい、サースの会社は1人いくらみたいな取り方してたんですけども、AI 時代のサースベンダーっていうのは1人いくらいではなくて、これだけ生産性が上がったらいくらくださいとか、これだけ売上が上がったらいくらください みたいいにやってるらしいんですよねえし全然ったっね、はい、なぜそんなことができるかというと、顧客のニーズに合ったものを提供できるということなんですね。うんまあ、さっきだったら、コールセンターでも、そのコールセンターのコストが今まで1件当たり13ドルかかってたっていうのがはっきり計算できていて、AI エージェントを導入したら1ドルに下がりました、じゃあ12ドル浮いたわけですよね。うんうん、そしたら、そのうちの1割くださいみたいな、はいはい、そんな感じのモデルができるみたいなんですよね。ででできるるるんんすかももやっっててここれもうそのととろが多いと言ってるんで AI 時代のサースベンダーというのは、うん、そういう課金モデルを取っているところが多いみたいですね。えー、これはね、この人だけじゃなくて、うん、他のベンチャーキャピタルの資料でも出てましたね。アウトカムベースって英語で言うんですけどね。アウトカムベースの課金をやっているというのが、はいはい、の AI 時代のサースベンダーの特徴だという風な資料を目にしたことがあるんで、もう始まってるんだと思いますね。うんうん、で基盤モデルベンダーというのはトークンに対する重量課金じゃないですか、今。何トークンでいくらってことなんで。だから、クライアント企業 したら生産性上がってるかどうか分かんないんだけども、重量かけていっぱいお金出ていくなみたいな感じがあるんだけれども、うん、そこは AI 時代のサースベンダーというのは、お客さんに寄り添ってるので、お客さんが儲かんないともらえませんよという形なんで、うん、お客さんとしては導入しやすい、うん、それで、まあ、あの結果が見えやすい、見えやすいので、こういうビジネスモデルが取れるということらしいんですよねこれが一つまあ特徴かなと思いますね。 で、他に、今のところ、法律、プログラミング、うん、セールスという、この3つで AI エージェントっていうのは出てきてるそうなんですけども、うん、その他の有望な領域はという質問に対しては、アナリスト的なものがいい、バックオフィス分析みたいなのがいいんじゃないかということですね。うんえー、というのは、言語モデルの得意なことっていうのは、要約、合成、論理的思考なんで,で、アナリストの役割は、生データから表やグラフを作成して、深い洞察を提供することなんで、まあ、これは言語モデルが得意とするところだろうなと。うんだ ドメイン特化っていうところは,はい、はい、オープン AI とかが大手が入ってこないところですよね。うん、なので、うん、法律、コーディング同様に可能性のある領域だと思うというふうに語ってます。でもバックオフィスアナリストってそういう専門職2本なんですよこか、ね、これ何だろうと思って聞いてました。あしな,ないですよね。だ一般的ビジネスパーソンが分析するんじゃないですか、いろんなデータを。うん、なんか、まあ、の周り見てると、いろいろハブスポットであるとか、セールスポーツであるとか、いろんなデータが取れるんだけど、それってどういう意味ですかねっていうすかね。 普通のビジネスパーソンが判断してるような気がするんですけども、はい、それを判断を支援してくれるようなツールなんでしょうね、これが例えば、アメリカの大企業だったら、こういうことを分析する専門のアナリストがいるのかなと思います。はい、で、その人にとって変わるということなんだけど、日本っておそらくそういうデータを分析する専門家っていないように思うので、一般の人がね、結構データ見て、その意味づけをしてることが多いので、まあ、そういう風な意味づけのタスクのところに、こういうツールっていうのは使えるんじゃないかなと思います。 ですけども、ね、こういう話聞くとやっぱりなんか AI 時代も大企業有利だなみたいな。だってこういうのってある程度定型化してで業務の組み合わせですし、うん、日本は比較的ずっとメンバーシップ型で雇用してて何でもやるみたいなちょっとぐちゃぐちゃしてますけど、うんうん、アメリカはジョブ型でくっきり仕事分かれててそれの組み合わせで人が入れ替わっても動くみたいなですごいシステマチックになってるんでるるアメリカの大企業みたいなとこすごいエージェント向いてるんじゃないですか そうですね人間の代わりにエージェント入れちゃうみたいなことになっちゃいますよね、うん、すごいそんな気がしましたね、逆に日本の中小企業とかだと、本当に人が何でもやるみたいな、つっくりになってるんで、すごいエージェント入れにくいなというそうですね、まあでもそこは成功報酬型の重量課金なんで、うんうん、中小企業でも入れといて、あんまり使わなかったお金、それほど払わなくていいとか、うん、そういうモデルだったら、中小企業も入れてくるかもしれないですよね。 そうですかなんか,ことないなんか測れないんじゃないかなみたいな気がして、そもそもそういう業務がエージェントを入れることで初めて、それを切り出すというか、できるんじゃないかななるほど、なるほど、例えばその契約書に不備がないか判断するみたいな、別に弁護士でもない人があの見て判断してたり、日本の中小企業だったらあるかもしれないけども、そこでいくらかかってるかっていうのは計算しづらいですもんね。大企業だと、これを外に出してアウトソースして、法律事務所にこれを丸投げした一件いくらかかると 言われるんで、うん、いや、それよりも AI エージェントの方が100分の1ですよってなったら、うん、AI エージェントを入れる理由があるなというのは分かりやすいですけど、うん、普通のビジネスパーソン、普通のサラリーマンがいろんなことをやる日本では、なかなか計算しづらいので、うん、コスト計算できないので、うん、コスト計算できないと導入していいものかどうか、もよく分からないみたいなことになるのかもしれないですね、確かにね。ううん、うん、なんかそんな感じがしますなるほど,なるほどそういう意味でやっぱりアメリカの方が AI 導入がしやすいのかもしれないですよね。うん クレートとどう向き合ってますかという話ですかね。これ僕もね、あんまりよくわかってないんだけど、エージェントには事実関係の情報とプロセスに関する情報の両方が必要。どの部分にガードレールが必要で、どの部分に自由な発言を認めるのかを決めると。その上で試験的に公開して消費者の反応を調べる。 でエージェントを監視したり改善するためのツールをいろいろ開発しているということなんですよね。まあ、これ、マイクロソフトのやつでもガードレール機能、説明、ちゃんとありました、ね、ああか会社のここの機密情報には触れないとか、なんかそういうの設定できるみたいな。あと、そのエージェントを監視したり改善するためのツールとか、これまた AI だったりするので、AI が AI を監視したりとか、そ,うんうん、そんな話もしてましたですね。 AI エージェントは新たな顧客体験を作るツールだっていうのがね、これがやっぱりまだ AI エージェント導入してない、うんうん、我々にとっては新しい感じかなと思いますよね。で、ウェブの黎明期には Yahoo! のディレクトリーしかなかったと、そこに Google 検索が登場したことによって、うんうん、ディレクトリーにないような情報を検索するユーザーが現れた、うんうん、そうですよね、まあ、昔だったらディレクトリーに乗るために、割と情報をコンテンツ提供者の方も、ディレクトリーに乗りやすいようなコンテンツにしてたことが たかもしれないですけど Google で、ね、ロングテールと言われるようにいろんな情報が検索されるようになったんで、まあ、いろんな情報を出していくというようなことも進んできたのかなと思うんですけどもそれから、まあ、AI エージェントを作ることによって今までウェブサイトに載って っていないな情報で、お客さんが求める情報というのは分かってくるので、いろんな情報を取り扱えるようになるということなんですね、えー。で、予想もしなかったような消費者とのやり取りが急増していくと思うと。うん、で、エージェントっていうのは、例えば社会状況がどんどん変化する中で、顧客のことをよく知るツールであると、まずね。だからまあ、うんうん、流行りつたりとか流行とかあるんで、どうなってるんだろうなっていうのは、エージェントとお客さんの話を聞いてると、あお客さんの思考ってこんな風に変わってきたんだって分かるので。えーうん と社会状況がどんどん変化する中で顧客のことを知れるツールであるんですけどそれと同時に新たな顧客体験を作り出す方法にもなると言ってますねうん、うん、新たな顧客体験まあそのなんかユーマラスな AI エージェントだったらその AI エージェントの方が好きになってなんとなくそのブランドのことも好きになるみたいなそんな感じのことかなと思うんですけどですから、えー、と顧客体験の部署日本にこんな部署あるのかなカスタマーエクスペリエンスチームというふうな言い方してましたですけどカスタマーサクセスとかエクスペリエンス ススカスタマーエクスペディエンスチームと言ってましたけど、うんうん、カスタマーサクセスに近いのかな、日本で言うとね、分からないですけど、うんで、顧客体験を定義するということも大事だけども、うん、AI の自然でクリエイティブな言動も尊重することがこれから大事になってくるだろうということですね。うんうんうん AI エージェントのキャラの進化。エージェントに顧客と対話させていけば、いろんなキャラクターに進化していくんですけども、うん、エージェントというのは企業のブランドアンバサダーであるべきなので、うん、企業側でキャラクターの調整が必要になってくると。で、大規模言語モデルというのはユーザーとの会話が弾むように、ユーザーの感情を認識して口を合わせることができるようになっていると。これそうなんですかね、うん、知ってました、まあ、最新の,の4ーとかね。4ーの高度な会話モード。 だっったら入てるかもしれないですねなんかね、こちらがカジュアルだと向こうもカジュアルっぽくなるとかね、こっちに口を合わせるようになってるような気はしますよね。まあでも、オープン AI の会長が言ってるんですから、そうでしょうね。もっとカジュアこれ間違いないでしょうね。そんなふうになってるらしいんです。それで、カジュアルなトーンの会話をさせたようなら、そうもできるし、ラグジュアリーブランドなら、上品なトーンの会話をさせることもできるということですね。口文項だから設定できるということですね。どういうシステムでやってるのかというと、まあ、プロンプトでも可能なんだけど、上品に話 してねねとかねプロンプトでも可能なんだけど、うんうん、彼らは監督エージェントという AI を作ってるそうなんですね。で、他のモデルの口調や話す内容を監視させてるということですね。で、やっぱりこんないろんな AI ツールを使って、AI の問題を別の AI で解決しようとしてるんだ、うん、みたいなことを言ってました。気になりますね監督エージェント どこが気になりました ?AI、他の AI の動きを見張る、A、AI がいるということですかいや、これ、プロンプトでも可能。なんで、プロンプトで話させて、話した内容を監督エージェントが監視してるみたいなことなのかな、どうなのかな。両方、まあ、使うのか、それか、プロンプトだと、うん、あの、尺子定規になりすぎるから、もっと柔軟に対応するには AI に監視させるということなのかな、ちょっと分かんないですけどね。ちょっと分かんないですけど、まあ、でもなんか、あ監督エージェントか、みたいな、確か面白いですね。ねなんか AI を使って AI を監督するとかねそういいいうの結構面白いなと思います、ねうんまあ、大量にいろんなユーザーとの会話が発生しそれ全部人間見切れないんで、うんうん、なんかおかしな対応をしてたら、監督エージェントとか、それをまたチェックして、ちょっとピックアップしたりとか、うんうんね、もしかしたらそれこそ、なんかおかしくなってきた監督エージェントがちょっと上司が登場みたいな感じで、なんかフィードバックするのかもしれないですけど、<laughs> うん、面白いなと思いま はいまあ、最大の価値は待ち時間がないことですよね、これ、本当、もうね、マジでお願いしますよと思います、早くみんな AI エージェント入れてくださいよということで、何かちょっと質問したくても、何時間も待たされたりとか、マジでね、この間もアメリカのブランドとちょっと連絡したら、こっち国際電話ですし、昔に比べて安いですけどね、でも国際電話なのに、めちゃめちゃ待たされてっていうのが、ちょっともう、勘弁してよと思いましたから、<laughs> 本当、待ち時間がないということが。 本当にありがたいと思います、うん、いやそうですよね はい、あとやっぱり新商品が出て、その詳細をコールセンターの5000人全員に完璧に理解させるのは大変なんだけども、も、うん、AI ならボタン一つで OK ということもメリットだということを語って、はい、次のページで、僕はどう思ったかというと、ユーザーは答えを求めているのではなくて、行動を求めているというポイントがちょっと面白いなと思った、確かにそれをそうだなと思うで、うん、チャットボットよりやっぱりエージェントの方が社会的影響が大きいというのは、これはもう、うんうん、サム・アルトマンも言ってますし、いろんな人が言ってるんだけど、まだやっぱり多くの人がピンと来てないんです。 いや本当に確かにこれはどんどん普及していくだろうなとか思いますから今までの生成 AI とは比較にならないぐらい社会的経済的に大きな影響を与えるフェーズに入ってきたんだなと思いますねだから今までの生成 AI のプロンプトを学びましょうであるとかそれ何だったんだろうみたいなぐらい新しいフェーズ新しい可能性の扉が開いているような気がしましたで次に面白かったのはやっぱりエージェントは生産性向上に大きく 貢献するので成績成功報酬型モデルを取ることができるというのはこれはやっぱり,やっぱりね生産性向上に貢献したからこそこれできるんだと思うんですよねだから今まで生成 AI で成功報酬型モデルにできなかったとっいうのは生産性向上というのがは,はっきり証明できなかったからだろうなと思いますねエージェントになることによってやっぱり生産性に本当に大きく貢献し始めるので課金モデルが変わってくる可能性があるというのが面白くてアメリカではすでにそうなってきているのがすごいなと思いましたですねそれも AI 時代の s a ス s の強みの一つで、えー、結果が見えるのでより多くの企業が導入する可能性があるというのが確かにそうだなと思いますねで面白いのはやっぱりシエラはエージェントの開発とか運営に必要なツールいろいろと提供してると言ってるんですよねだからこれがやっぱりこの会社の強みなんだろうなと思います、えー、基盤モデルだけでは細かいところができないかゆいところに手が届かないということになると思うのでそれをいろんなことを提供していくっていうのが基盤モデルメーカー以外の会社の戦い方なんだろうなっていうのは やっぱり改めて思った、うん、ということなんですけど、うん、遠藤さんはここまでの話聞いて、どう思われましたですかこれ、s a ズ s に合わせてビジネスプロセス変えるみたいな話あるじゃないですか。うんうん、アメリカだとよくあると思うんですよね。よねこのセールスフォースに合わせてプロセス変えるとか。なんかそれと一緒で、その、うん、エージェントに合わせてビジネスプロセス変えていくっていうのをこれから必要になってくるのかなみたいなのを思ったりとか、ね、とか逆に日本とかだと、既存の s a ズ s のプロダクトに合わせるんじゃなくて、うん、自社の 自社専用のものを開発しがちでビジネスのプロセスを守ろうとする結構ありますけれども。 ここら辺ももしかしたら差がつくというか今はこうやってるからそこにいやエージェント入れにくいよみたいな反応に本企業ありそうですけれどもそこはその差圧の鉄を踏まずにこういうエージェントがあるんだからこれある前提でビジネスのプロセス自体を見直そうみたいなか、うん、そういうふうに考え方変えられる企業がエージェント時代に伸びるんじゃないかなって今思いましたそれに関連してリーク文章を出したレオポルドさんの,あのリーク文章の中で、はいはい、最初はエージェントとか AI がそれほど性能高くなって エージェントの方にプロセスを変更する会社が伸びるんだけども、うん、そのうちに AI の方がどんどん賢くなるので、うん、ワークフローとかプロセスを変更せずにその企業特有のワークプロセスの中に AI エージェントが入ってくる時代が来ると一気にさらに普及が進むという風に書いてあったんですけど<ー>それがまあだから、ね、さっきのこのゴールとガードレールの話が完全に入ってきてて。否定型のやつがに ななななったらそそこが関係なくなるのかもしれないです、ね、そうですすねねうだからまあこれから1年2年間かけてオープン AI はエージェントのためのツールというか機能をどんどん提供してくるというふうに発表してくるので、うん、おそらく1年23年の間で進化するところまで進化してしまうような気がしますから、うん、そうなると日本企業もワークフローを全く変えずに AI を導入できる時代っていうのが3年後ぐらいには来るのかもしれないですけどもそれまではやっぱりある程度柔軟にワークフローを変えることのできる会社が伸びるんじゃないかなと 今、遠藤さんのいいて思まもう1個思ったのは価格、なんか非定型業務できるエージェントって多分高いんじゃないかなと思って、オープン AI のエージェントが2000ドルぐらいするみたいな噂は何度も出てるじゃないですか。なので非定型業務は高いんで、そういうエージェントを入れるのって多分人1人新しく雇いますみたいな、そういうイメージ、近くなんじゃないかなと思ってて、で、こういう定型業務のエージェントはすごい多分安いと思うんですよね。安くて自動化できるみたいな話。 なんでそこをちょっとうまく組み合わせることですごい会社としての生産性みたいなのはすごく上がるのかなというイメージは。 なるほどでも結構あれ、流動的ですよね、うん、進化が早すぎるんで、今年3月まではこのやり方で、うん、で5月以降はこのやり方でみたいな、うん、その進化に合わせて、そのどの程度、社内プロセスを変えるかとかいうのも、コロコロ変えないといけないかもしれないですね。確かに、面倒くさいですね、それは。面倒くさいし、提携業務のベースの基盤モデルのレベルが上がったら、もうちろん柔軟になるかもしれないし、うん、そ,そ,もそもそもそこまでロジックで組まなくていいかもしれないんで、そこは悩ましいですね。うん 結局、値段、いくら払うんだみたいな、なんかそこに落ち着きそうな気がしますけど、なるほどちょっとここからの流れで、マイクロソフトは事実型エージェント作成機能っていうのを発表してたんで、うん、ちょっとざっと見ていこうかなと思うんですけれども、これですね、もともと英語の記事を日本語にしてますけれども、新しい。 でも、これ、多分、1月ぐらいに出てたやつが、クローズドレビューみたいなのが、パブリックレビューになりますよ、みたいな。来月ですかね。来月。なんで11月かな。11月ぐらいになんかみんな使えるように、デビュー版として使えるようになりますよっていう話で、じゃあどんなものなのか。 っていう話これですね、ビデオで出てますけど、これ、マッキンゼイかなんか、はい、そのクローズドテストで、うん、なんかマッキンゼイが導入のテストをしたみたいで、その事例がここで話されてるんで、はい、ちょっと見ていきますね。これですね、メールが、未婚客からのメールが来て、うん、これまではバックエンドの人が全部中心して、何をすべきか判断してたんですけれども、これを自立、A、型エージェントがやってくれるっていう話ですね。 まあ実際はメールの内容を解析して、なんかプロセスがいろいろ書いてありますね。うん、これ一個一個がちっちゃいエージェントだと思うんですけれども、うん、なんとなく。なんで、インケージメントインフォっていう、あれですよ。なんだっけ。 あそうすなんか契約情報を確認したりとか、うん、なんか多分この一個一個のプロセスがミニエージェントみたいな感じなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあそれがプロセスで動いていて、で、情報を要約して、で、誰に送るか判断して、要約した内容を送るみたいなね、うん、なんかそういうのを意識やってくれるエージェントを実際に作って、なんか試したみたいですね。 あこれ、自分でエージェントだからミニエージェントをいろいろ集めてくるのは自分で設計するんですかね。多分自分じゃなくて、これ,これはマイクロソフトの人が、マッキンゼンのために作ったんだとああ、なるほど、なるほど、はいはい。はい、なんか自分でも作れるとか、ちょっと言ってたあ、作れます、作れます。これは、スタジオっていいうのででで作れるみた自分でまあ日本人だったら、なんか英語のメールが来たらあの、それを翻訳してくれるミニエージェントとかね。 そんなの踏み込みそうな感じ、ねはいはい、あそういうの便利ですよね。うん、後半でこれを実際に簡単に作れますよっていうので、i、うん、パイロットスタジオ。 なんで、すけどで、ここのポイントがこれなんですよね。さっきのプロセスってのプログラミングするわけじゃなくて、言葉で定義してるっていう、これインストラクションって言って、最初に受信したメールから、こういう以下の情報を抽出します。クライアント名とかクライアントとか、契約範囲とか、業界とか、まあそういうのを抽出しますと。で、2番目にこの契約情報を書 確認しますまだたこれプロンプトププ考えていいんですかこれ、まあ、プロンプトみたいなものですかね、そうそうね何をするかの指示なんで、この通りやってくださいみたいな感じで、自然文で指示してるっていう。うんうん、なるほど、なるほど。まあ、プログラミングできない人にとっても、これ、もう、朗報ですよね、これで。こういうのを自分で作れるのは本当便利ですもんね。で,ねうん、で、あと、トリガー、トリガーって、なんかこう、メールが届いたときとか、うん、あとは、 まあメールだけじゃなくて、なんかこんな感じで広くいろいろ、フォルダーに何かデータが入ったタイミングとか、フォルダーが消されたとか、なんかアイテムが変更されたとか、いろいろ監視できるみたいですね。で、さらにいろんな Word とか Excel のこのドキュメント、これは多分ラグみたいなものですけど、知識も与えることができますみたいな、ね。で、なんか s ッ p とか、なんかいろいろ Salesforce とかとも連携できるみたいですね。で、最後に、 いろんなアクション、メールを送るはじめとして、なんかこういろいろ、なんかセルを埋めるみたいなとこも含めて、なんかいろんなこうやつを定義できる。な,なんでほん本当にこのビジネスプロセスの自動化みたいな。 自動化でワークフローといっても、これまでだったらプログラミングしにくいじゃないですか。ちょっと曖昧だったりして。なんですけれども、その曖昧なちょっと微妙な判断のところを生成 AI というか基盤モデルにやってもらうみたいな。なるほど。で、それをそのでっかいモデルにするといろいろ覚え込まないの大変なんで、ちっちゃいやつを多分組み合わせることで、いろんな業務に対応できるようにしたりとか、それにこれができたら次このアクションをしてねみたいなのを人間が定義することで、その定型 業務を自動化しやすくなるみたいなそういう話なのかなと思います ポイントとしてはやっぱり曖昧なところも判断してもらえるというところなんですかね。今までのプログラミングだったらやっぱりきっちりとしたルールベースで、先ほどのその今までのソフトっていうのは細かく規定していたと。でもこれからっていうのは目標とガードレールで自由にやってもらうみたいになるという。だからこれはまあ目標とガードレールを定めているので、どう判断したらいいんだろうみたいな今までのプログラミングでは判断つかないようなことも AI が判断してくれるということなんでしょうね。例えばさっきのだと3番目のステップで、 業界を分類しますみたいなメールの来た、はい、クライアントの業界を分類するみたいなやつもこれ前だったり、それだけで AI にモデルを作ってるみたいるのはめんどくさいですけれども、ね、今だったらプロンプト一発でやってくれるみたいな。ああ、そうですね、それは楽ですね。はいということで、マイクロソフトのエージェントを見ていただいて、セールスフォースも同じよことをしてこようとしてると思うんですけども、そういうセールスフォ o スとか、マイクロソフトとか、企業であるとか、それからスタートアップとかがね、うん、こういうサービスを作りたいみたいな。はいはいはい だいわ 例えば、あのー、オープン AI とか、基盤モデルとの戦い方っていうのを先ほどちょっと話したじゃないですか。オープン AI のような基盤モデルがやってきそうなことはやめましょうねという話ですよね。で、マイクロソフトとか、セールスフォースがやってきそうなことをやったら、やっぱりマイクロソフトやセールスフォースには勝てないですよね。スタートアップがやる分にはね。2>, うんうん、2番ですかね。2番ですよね。2番例えば。スタートアップが今元気ですもんね。そうですね。法律にしろ、先ほどのそのプログラミングもね、遠藤さん、なかなかやっぱりいろいろ あの細かいニーズがあるんだよとかおっしゃってたんで、そこもやっぱり専門の会社がやった方がいいものができる可能性はありますよね。マイクロソフトもある程度やっていくるのかもしれないですけど、法律はマイクロソフトやってきそうにないんですよね。で、いろんなやっぱりドメインっていうのは全部マイクロソフトができそうにないので、マイクロソフトがやってきそうな、やっぱり Windows 関連の、Office 関連のツールを AI でどれだけ賢くするかというところをやってきそうな感じがするので、Office のソフトの周辺っていうのは手を 出せななないいいいい方がいいんじゃないのかなと思いますよねもっと何かドメインに特化した方がいいんじゃないかなと思いますね。で、パーソナルエージェントもね、あのここにも書いてあるように、やっぱりシステム統合とか論理的思考っていうのは奥が深いので、まあ、これはマイクロソフトとかオープン AI との戦いになるので、ここもやっぱりあんまり普通の会社っていうのが入っていくべきじゃないので、特化型エージェントのところでもっともっと特化しないといけないということですね。マイクロソフトとか、セールスフォースがやってきそうなところは手を出さなくて、うん、もっとやっぱり 専門のドメインに特化していくしかないのかなという気は今の話を聞いて思いました。まあでもセールスなんかでもね、もっとひょっとするとマイクロソフト以上にいいようなものを作れる可能性はあるかもしれないんで、うんうん、まだまだ入っていってもいいかもしれないですけども、うんうん、まあでもとはいえ、機能が劣っていたとしてマイクロソフトの方がインストールベースが大きいというか、みんな使っちゃってるんで、うん、少々の機能の違いだったらマイクロソフトの方が機能が悪かったとしても、まあみんなマイクロソフトもを使うんじゃないのかなと思うのでね。うん、だからあんまりマイクロソフト ソフトのやってることをやるべきじゃないという気は今しましたですね。じゃあ,あえっと自己進化する AI システムということでこれ。 何かと言いますと、ディーブマインドの、これ知ってますゆかさん、ね、いや知らない人ですね。なんか YouTube かなんかで喋ってた人は切り抜きなんですけれども、はいね、これをそのまま書き起こすと、こういう内容なんですけど、ちょっとこれすごい分かりにくいなと思って、これどういうことを言ってるのかというと、うん、まず、その今のこの基盤モデルというか、うん、LLM は、 面白いことを見つけることができるようになったんじゃないのかみたいな話をしてましてネット上にはなんかすごい量の情報があるんですけれどもその中で AI はこの人間が何に興味を持つかみたいなのも学習しているみたいでここが重要なポイントだみたいなのをなんか判断できるようになってきてるみたいなんですよねなんでそういうのも含めて今この最新の AI っていうのはすごい広大な情報の中から興味深い情報みたいなのをピックアップする力っていうのを持ち始めてるじゃない のかっていうのはまずこの人の主張の一個目ですねこれどう思いますよ。そうなんですかまあそんな感じはするんじゃないかなと思いますしうん、うん、まあ実際これ論文がベースの話なんですけれども実際に面白いものをピックアップできてるんですよへえ、そうなんだあと自分とかもすごいめちゃくちゃ長い講演録みたいなのから、うん、面白いところだけピックアップしてくださいみたいなそうかそうかいうと一応引けるんですよねああ,あ、はい、そうかようやくてまさしくそうですもんねうんうんうんそうなるほどそうか面白いものを見せ けるることが得意ななんだほどわかりましたもう一個はデータのバリエーションを作ることができる、これ、合成データみたいな話ですけれども、ハルシネーション、別の言い方みたいな感じじゃないですか、ハルシネーションとクリエイティビティは同じことだとかいうふうにルカン先生がおっしゃってるんですけど、それが困ったものを作り出すとハルシネーションだし、同じようなもんで違うものを出してきたらクリエイティビティなんだみたいな、だから AI っていうのは、ハルシネーションでありクリエイティビティなんだということをおっしゃってましたそういうことですよね。はい これを組み合わせると自己改善システムが生まれるんじゃないかみたいな,な。 でこれ何やるかっていうとこの学習のタスクですねいろんな学習のタスクのいろんなバリエーションを作ってでその中から AI が自分であこれやってみたいなって面白いタスクを自分で選びそのタスクをこう自分で学習するみたいな、ね、このループ回すとどんどん賢くなるよみたいななるほどなるほど、はい、一番上がバリエーションを作るっていうのはハルシネーションクリエイティビティの話ですよねこれねあそうそうそう。そで,で面白いタスクを選ぶっていうのはそのようやくできるという話ですよね面白いのを選んでくれると同じ能力です はい、はい、でそのデータ使って学習しますよ確かに確かにじゃあ自分で自己学習できるんだそうするとこういう AI システムが発展して自分自身で学んで試して改善していく自己改善システムが増えるんじゃないかとでそうすると AI はますます自律的に行動して生活や技術に大きな技術を与えるだろうみたいな。 感じで、まあ、AI は面白いものを選び出して、新しいアイディアを作り出して、それを自分で試して学びながら進化していくっていう段階に近づいてるみたいな、そんな話で。これやっぱり自己学習できるようになるには、おもしいものを見つける能力もっと高めないといけないし、バリエーション作る能力ももっと高めないといけないとか、うん、そういう話なんですか、今の技術レベルでもかなりできちゃうということなんですかね、これ,これちょっとふわっとした話なんですけど、これ、元になってる論文があって、うんうん、のオムニエピックっていうやつ。うん なんですけどこれで学習してはどっちかっていうと言語モデル自体を学習してるっていうよりはゲームの中で動くエージェントみたいなやつを 生成 AI を使って学習させてるっていう感じなんですね。これどういうことかっていうと、これがさっきで言うタスクなんですね。つまりこれは AI のエージェント。ここで言うエージェントっていうのは、さっきまでの話のエージェントとはちょっと違って、この環境の中で自分で動き回るエージェントみたいなイメージなんですけども、このエージェントをタスク自体はこの AI が自分で作るんです、ね、これだったらなんかサッカーゲームみたいなやつですし、これはなんか階段を降りるみたいな、なんかこういろんなタスクを この環境も含めて LLM が自動でいろんなタスクを作るんですね。うん、でこれを見てちょこれやってみたいなと思うやつをこうまた自分で選んで、うん、で。 それをまたトレーニングする。で、そうすると結構いろんなことができるようになるみたいな話で、ちょっとこれの一個前のオムニっていうのもがあったんですけど、それはなんかこう台所とかそういう家の中みたいな、そういう 3D モデルなんですけど、うん、その中でなんかこうリンゴを切るとか、なんかいろんなタスクがあって、それを一個一個できるように学習していく話でしたね。なんで、簡単すぎずちょっとやればできるみたいなところをこううまく自分で選ぶ。エージェント 簡単すすぎぎず難しすぎなないいような興味深いタスクみたいなのを生成しつつご自分でそれ面白そうなのをやるそれによってこう創造性を爆発的に上げていこうみたいな,なんかそういうのがこの話の元ネタみたいな。 何かの技術を習得しようというか、上達しようと思うと、あまりにもチャレンジングな目標を立ててしまうと、面白くなくなってしまってできないし、簡単すぎたら、かえって退屈で、何も学ばないから面白くなくて、ちょうど自分に少しちょっと上ぐらいがチャレンジングで、やってたら、達成感があってということを、どん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 やってれば、人間っていうのは、どんどん賢くなっていきますよね。だから、家庭教師だよとか、学校の先生が大事なのは、その生徒の、 能力の少し上ぐらいぎりぎりのところをずっと出し続けてあげれば生徒はどんどん伸びていくみたいな感じじゃないですか、それを AI が自分でやっちゃうということですよね。そうするとどん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 賢くなりますよね、確かにどっちかっていうと、これ、人型ロボットみたいなのをどう学習させていくかっていう話に近いのかなと思いまして、今、人型ロボットの学習とかって結構シミュレーションの中でやってるじゃないですか、リアルでやるというよりはシミュレーターを作って、その中でいろいろ試行錯誤したりする。自動運転とかも こうそうやってると思うんですけど、シミュレーターだと起こるイベントとかタスクがなんかフラットなんですよね。なんで、与えられたタスクをただやるみたいな、そんな感じになるんですけれども、それよりは、今ここまでできてるから、ちょっと線の上すればできるみたいな、その面白いタスクっていうのを意図的に作って、 で、その AI の人型ロボットなのか何なのか、それが興味を持って、これ超面白そうだ <laughs> ってやると自分で選んで、それができるようにトレーニングするみたいな。そうすることによって、いろんなことができるようになるみたいな、ね、多分そういう話なんだと。うん もう確かにこれでどんどん賢くなっていきそうな気はしますよね。この人なんか別の動画があってそこでは AGI みたいなのできちゃえば ASI まで一瞬だよみたいな話も別の動画でしてたんですけどね。多くの人がなんか AGI できてから2、30年かかるみたいな意見を言ってる人がいるけど俺はそうじゃないと思うんだよなみたいな。だってあの、どんどん急速に賢くなっていけるからさみたいな話をしてましたですよね。最近ね、見る動画でよく結構この ASI まで一瞬だよと。まあ、遠藤さんもずっと前から言っておられますけどね。AGI できれば ASI まで そんな時間かかんないよとおっしゃってましたですけど、なんかそういう話が増えてきてるような気がしますね、まあ、最近思うのは、AGI もグラデーションになってるじゃないですか、なんで、ね、ある瞬間、うん、AGI がこの瞬間にできたっていうのは、多分なくて。うんうん で後から振り返るとあもう AGI だったなみたいな感じだと思うんで、うん、グラデーションなんである瞬間が過ぎた瞬間にバンっていくっていうよりは単にこの加速度が増すみたいなそういうイメージじゃないですかなるほどねそんな感じでしょうねで今、うん、まさしく我々はその真っ只中にいるということですよね、うんうん、もうどん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 進化するのが加速度を増してるんで、うん、うわだんだん速くなってきてるというのを我々は今、はい、まさしく体感してるという感じなのかなと思います、ねまあ、実際 AI で論文作るみたいな AI が研究するみたいな 話も進んでますし、うん、あと最近は Google のチップの設計とかもすで、うん、に AI がやってるみたいなんで、うん、そう考えると AI が自己改善してるって言えなくもないですもんね。うん、ああ確かにそうですよね。ますます面白い時代になってきましたという感じですよね。はい。じゃあ今週もどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。失失礼しますはい失礼ししまますす